深掘りしたい話題について毎日新聞の記者や専門家に話を聞くニュース解説毎目。今日のテーマは幼保無償化で便乗値上げです。先月1日幼児教育保育の無償化が始まりました。そんな中、認可外保育所や幼稚園も保育料を値上げする施設が出ています。無償化の上限額に収まる設定で便乗と疑われるケースもあります。今日は待機児童問題など子育てに関する取材を続けている堀井恵理子論説委員に解説してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀井さんは待機児童の問題などをずっと取材しているという。そうですね。割と厚生労働省の取材が長くて、その中で子ども関係の話で、保育の待機児童対策であるとか、あと児童虐待とか、そういったような話を担当してきています。はい、今回無償化に伴って国の補助金を当て込んだ便乗値上げではないかと言われるケースが出ているということなんですが、まずこの無償化ということについて解説していただきたいんですが、これは誰でもタダになるんでしょうか？誰でもタダということではありません。子どもの年齢と利用している施設やサービスによって異なってきます。はい、何歳が無料になるんですか？はい、まず、3歳から5歳の場合で、はい、保育園幼稚園なんかに通っているお子さんは無償化の対象になります。はい、で、0歳から2歳の場合は住民税が課税されていない世帯に限られます。年収にすると360万円ぐらいの世帯ということになります。はい、0歳から2歳は低所得の世帯になれば、はい、無償化の対象になるということなんですね。はい、保育所というと認可保育と認可外保育がありますが、はい、どちらも条件は同じですか？条件ちょっと違ってきます。はい、一番手厚いのがこの認可保育ということになります。はい、でこれは、全額無償という形ですね。はい、3歳から5歳の全世帯と、はい、0歳から2歳児の住民税非課税の世帯は全額無償。はいはい、認可外はどうですか？はい、認可外の方は上限っていうのが決まっています。はい、でこちら年齢で分かれていまして、3歳から5歳の場合は月最大3万7000円まで、0歳から2歳の場合は4万2000円までということになっています。はい、上限額があるということなんですね。はい、で幼稚園も原則全額無料。そうですね。はい、一応原則全額無料ということなんですけれども、はい、厳密に言うとですね、月2万5700円までということになっています。はい、でも大抵の幼稚園はこの範囲内にもともと保育料が、はい、収まっているということで、ゼロになる、タダになる方が多いと思います。はい、原則上限はあるけれども、ほとんどが無料になるということなんですね。はいはい、実際こう無償化になって利用者の声ってどうなんですか？やっぱりかなり負担が軽くなったっていうふうに喜んでる方が多いんでしょうか？そうですね。保育料の負担ってそれなりに、所得によるんですけれども、数万円単位であるので、これで負担軽くなったっていう声は多いと思いますね。所得が多ければ多いほど、その負担が軽くなったっていう実感は大きいということですかね。そうですね。今保育料は所得が高いほど保育料も高いので、負担の軽減感は大きいと思います。堀井さん、はい、ご自身はどうですか？そうですね、私も、子どもが保育園に行っていて、だからやっぱり保育料毎月払ってるものがなくなるっていうのは、こう負担感の軽減としては結構大きいものがあるなと思っています。で、ただその軽減されて、ありがたいことはありがたいんですけれども、じゃあこの財源がどこなのかっていうのを考えると、こう消費税の増税分を充てているので、これはもうどんな収入の低い人からも消費税が取られているわけで、そこから得たお金で自分の負担が軽減されているっていうのは、ちょっと政策としてはどうかなっていう、こう申し訳ないような気持ちと、ちょっと政策として、ね、あまり良くないのかなという気持ちも持ったりはしています。自分だけ良ければいいのかどうかというところですよね。この無償化ですけれど、そもそもなんで
これが始まることになったんですか。はい、無償化が必要だっていうのはもともと議論はあったんですけれども、2017年に衆議院選挙がありまして、その時に目玉政策として打ち出されました。で、療法無償化には年間で7000億円ぐらいかかるんですけれども、その財源としてこの10月に引き上げられた消費税 10% に引き上げた増税分を充てることができたということも大きいです。10% になってそれがなんとか、はい、できそうだ、実現できるということになって、はい、無償化が始まったということですけど、その中で便乗値上げがあるっていうことなんですけれども、はい、これはどういうことが起きてるんですか。はい、そうですね、最近厚生労働省と文部科学省が便乗値上げをしたと思われる認可外保育施設と私立幼稚園が全国で少なくとも33施設あったという調査結果を明らかにしました。で、これどういったケースかというと、消費税増税分の値上げだと言いながら 2% 以上引き上げていたりとか、無償化の対象となる子どもさんだけを、保育料値上げしたりというケースが含まれています。はい、でただ無償化の上限額内にとどめているので、保護者の方に新たな負担が生じない場合もあります。保護者の負担は変わらないけれども、ね、それだけ税金をそうです、ね、余計に使っていることになるということですよね。はい、こういったことが起きるというのは、はい、何が問題で便乗値上げが起きてしまっているのでしょうか。ちょっとキーワードを書いていただきましたので見せてください。はい、無償化を急いだつけっていうことではないかと思います。はい、これはどういうことですか。はい、無償化、2017年に決まりました。で、実施されるまで2年間ぐらいあったんですけれども、うん、対象者をどのぐらいの範囲の人にするのかといった制度の、詳しい中身を決めるのに時間がかかりました。で、こうした中で、便乗値上げを防ぐような施設への指導が行き届かなかったのではないかなと思っています。ちゃんともっとこう無償化に向けてこういうふうにしてくださいという仕組みをしっかり作っていれば、こういったことは起きなかったのではないかということですよね。ただ幼稚園の先生とか保育園の保育士の方々ってすごく待遇がいいとはなかなか言えないと思うんですよね。お給料が十分もらえていないという話も聞きますし、人手不足で大変だということも聞くので、便乗とはいえこう値上げするのはいいことなんじゃないかっていう声もあるんですが、これはどう思いますか。そうですね、値上げもこうちゃんとした理由があればそれは、いいことというかやむを得ないことかなというふうに思います。で、おっしゃったように幼稚園や保育士さんの待遇があまり良くないっていうのはその通りで、例えばそのボーナスを除いた保育士さんの賃金っていうのは年間で約250万円で、全産業の平均より50万円くらい低いっていうのが実態ですね。で、幼稚園の先生の場合でも10万円くらい低いというようなことになっています。で、子ども見てるから楽じゃないみたいな言われ方をするんですけれども、結構その子どもの育ちに合わせてこう対応していくっていうのは、専門性が求められる仕事で、待遇改善をしていくっていうことは非常に必要だと思っています。そうですよね。だって子どもたちだってみんなが言うこと聞いて整列して、はい寝てくださいって言ったら寝てくれるわけじゃなくて、いろんな個性の子たちがいっぱいいて、いろんな問題を抱えてる子もいて、それも見ないといけない、すごく難しい職業ですもんね。その通りです。ただそれが値上げをしたからといって直接人件費に、そうですね、値上げをした分が直接人件費につながるかどうかっていうのはまたはっきりしない部分があると思います。はい、そうですね、値上げをしたといってもこう施設をもっと充実させるために使ってるのかとか人件費に使ってるのかとかわからないですよね。そうですね、それは値上げをした施設がきちんと保護者の方であるとか、行政の方に対しても説明をしていくということが必要なんじゃないかと思います。そうですね、説明なく値上げをするのはやっぱり納得できないという人が多いですよね。それと同時にですね、その無償化の今回の作業に伴って、その現場ではですね、こう
給食費の一部を徴収する業務が増えたりとか、はい、こういろんな事務作業が増えているというふうに聞きまして、かなり疲弊しているあの幼稚園保育園もあるというふうに聞くんですが、これは何かこう無償化に合わせて何か現場のサポートが必要だったのではないかと思うんですが、そうですね、確かにあの、給食費っていうのは原則無償化の対象外で、あの自治体にもよるんですけれども、この無償化に伴って施設が保護者から新たに集金をしないといけないっていうような事態になっています。であの事務スタッフの方がいる保育園とかもあるとは思うんですけれども、まあ、0、2歳なんか特に対象になる人ならない人みたいなところもありますし、かなりこう事務作業っていうの負担が大きいっていうのは聞きますので、まあ、本来、まあ、人の手当ても難しいのかもしれないんですけれども、何らか配慮ができていれば本当は良かったのかなというようなことも思います。そうですよね、うん、まあ、こうやって制度が変わると必ずこういう混乱期になると現場が一番苦労しますよね、でもあの無償化になって、まあ、保護者の負担は楽になることが多いですよね、でもそもそも預けるところが少ないですよね、そうですね、あのやっぱり待機児童問題っていうのは大きな問題になっていまして、今年の4月時点で全国で1万6000人を超えます、でこれあの2年連続で減ってきてはいるんですけれども、まだまだ大きな数字ですね。で、国はこちらも対策は取っていて、あの施設整備なんかにもお金をかけてはいるんですけれども、ここでちょっと懸念されているのは、無償化をしたことによってこう結果的に利用したいっていう人が増えて待機児童が増えてしまわないかということなんですね。で、まあ、あのそろそろ保育園の申し込みなんかも始まると思うんですけれども、毎日新聞社が75の市区町村を、まあ、調査した結果で、約6割ぐらいの自治体が、利用希望者が増えるんじゃないかと言っています。で、まあ、本来であればその待機児童の解消なんか無償化の前に進めておいた方が良かったんじゃないかなという気もしています。そうですね、今までだったら、まあ、働きたいけれどその収入とその保育園とか施設に預ける出費が見合わないから働くのを我慢してたというような方もたくさんいらっしゃいましたよね。そういう方が無償化になればじゃあ預けられるとなって数が増えると、そうですね、そういった人もいると思いますし、あともしかしたらその幼稚園に預けてる方がその、まあ、働き始めた保育園に移ってくるっていう流れもあるかもしれないなっていうようなことも、はい、言われたりはしています。そうなんですね、あの待機児童も、はい、こうこの問題が叫ばれていてもやっぱり今もポイントの話、あのポイントが低くて競争に負けちゃうとか、どうしてもその数が多すぎてもうすごく遠くの認可外に預けないといけないとか、そういう話がなかなかなくならないですよね、そうですね、だからやっぱり預け先を確保するっていうことは非常に大切で、まあ、要するにこれで仕事を辞めなきゃいけないっていうことになるお母さんとか、まあ、お父さんあまりまあお母さん方とか多いと思うんですけれども、ただあのちょっともう一つ気をつけたいなと思うところがあって、それがあの保育の質っていうことなんですね、はい、今あの待機児童を解消しようっていうことで施設がこうどんどん増えてはいるんですけれども、その一方でその保育士が子どもたちに怒鳴り声を上げたりとか、まあ、ひどい場には叩いたり、まあ、虐待といえるようなことをしているっていうような話も聞きます。で、本当決してあってはならないことなんですけれども、で背景に何があるかというと、仕事が非常に忙しいにもかかわらず人が足りてないっていうようなこともあると思うんですね。で、こういったこともあの、でもともとあの政府は無償化を決める前に、1歳の子どもや4歳から5歳の子どもの保育士を増やすということを一応方針として決めていたんです。だけどこちらはあの財源がないということで棚上げになっているんですね。で、まあ、こういったことも本当は無償化の前に、取り組むというような選択肢もあるんだったんじゃないかなというふうには思います。そうですね、先ほどもお話にあったように、こうすごく大変な専門性の必要な仕事であるにもかかわらず、こう子供見てるだけだから楽じゃないみたいな、そういうまあ、こう偏見じゃないですけど、そういう見られ方をしていたりとか、そういうところを根本的に直さないと
こう1年2年ですぐ増えるものではないですもんね。そこはなかなか難しいところですね。そうですね。だからこう研修をしていくっていうようなことも大切なんですけれども、これがまた人がいないと研修行く時間も取れないとかっていうようなことになってくるので、こうなかなか大変な問題ですね。うん、本当これから仕事に就くっていう若い方に、これだけ保育士という仕事は魅力的なんだとい う, こう条件を提示できないと、あ、じゃあやってみようっていう話にはならないですよね。そうですね。だから先ほどもちょっと言ったように、保育士の給料を上げるということで評価しているということを示すとかっていうことも大事なんですけども、やっぱり、そのためにはお金が必要というところで。そうですね。はい、なかなか難しいんですけれど、でもそういうお話を聞いていると、やっぱり無償化の前にもっとやることがあったんじゃないのかなと思うんですが、まあ、全体を通して政府の少子化対策というのは成果を上げているんでしょうか。そうですね。少子化対策でいうと、まあ、今回の無償化というのは、まあ、一つ少子化対策の、目玉ということには、なっていると思います。それ以外にも、もう本当に妊娠をしてから出産までの支援であるとか、男性にもっと子育てに参加してほしいっていうようなことで、本当にいろんな対策が取られているんですね。で、ただ、少子化対策の効果を測るときに出生率っていうものがあるんですけれども、これは一人の女性が何人子供を産むかというような数字なんですけれどもね。で、政府がこの出生率の目標 1.8 っていうことを掲げていて、まあ、2025年頃、まあ、5、6年後ですねまでに達成したいって言ってるんですけれども、去年の出生率は 1.42 っていうことで、まあ、ちょっと改善してるんですけど、最近ここ3年減少していて、なかなかこう少子化対策が成果を上げているなっていうことは言えない状況かなと思います。もう本当保育園の整備もそうですし、こう残業が長いとやっぱり難しいじゃないですか。そういったことも対策していかないといけないとなると、本当にもう企業もやっていかないといけないですし、大変な問題ですよね。そうですね。特に企業の、はい、まあ、含め企業を含めてこう日本って長時間労働が割と当たり前なので、そのあたりからも変えて行かないといけないかなと思います。そうですね。まあ、今後子育てしやすい環境を作るために必要なことは何かということを、はい、こちらもキーワードに書いていただきましたので、はい、見せてください。高等教育の無償化を拡大ということです。はいはい。で、高等教育の無償化っていうのは来年からですね、すでに、一部実施することが決まっています。はい。ただこちら低所得の世帯の方に限られているので、対象者を拡大していくことが必要かなと思います。で、やっぱり子育てをする上で何が負担かっていうと、やっぱり経済的な負担っていうのがことを挙げる方が多くて、中でもやっぱり大学なんかの高等教育の負担が大きいっていうことなので、この辺をやっていくことも必要かなというふうに思っています。そうですよね。最近の大学生と話していると、はい、結構もうアルバイトを一生懸命して、もう学費の一部を親に返してるっていう子とか、まあ、在学中はいいけど、卒業したらもうすぐに返すように言われているとか、結構その大学生だからといってこう遊んでいればよかったっていう時代では本当なくなってますから、結構大学に行くっていうのは厳しい条件になってきてますよね。そうですね。大学の授業料って本当に右肩上がりみたいな感じで上がってきていて、で奨学金とかもあるんですけども、逆にその奨学金借りたはいいけれど、卒業して就職した後にこう、まあ、ローンみたいな形で返済するのが大変だっていうようなことも問題になっていますよね。そうですよね。だからこう保育園、今保育園に預けるお金っていうだけじゃなくて、もうその20年後、その大学に行かせられるかっていうのはすごく大きな問題なので、そこが安定して無償化になればかなり違いますよね。そうですね。多分子供をさて、もっと産みたいなと思ってる人にとってはこう後押しになるんじゃないかなと思います。はい、わかりました。どうもありがとうございました。では今日の前目はこれで終了です。次回の前目は11月21日午後10時から放送します。次回はゆきこの部屋をお届けします。テーマは捨てない未来を作る洋服のリサイクルの取り組みを紹介します。
マイモクは皆さんからのニュースの疑問を募集しています。このニュースどんな内容だったっけと思う疑問があればハッシュタグマイモクをつけてツイートしてください。では来週も見てねー。